どうも、困った時は辞任会見、カンテラフットボールの森 P です。今回紹介するのは J リーグの愚匠たち。現代フットボールにおいて監督の力がチーム成績に与える影響は絶大なもので、選手やサポーターの信頼を勝ち取り、チームの持っている力を最大限に引き出す素晴らしい監督が存在する一方で、チームを混乱に陥れる愚匠が存在します。旗から見る分にはネタ監督として笑えますが、明日にはひいきチームに現れるかもしれないキングボンビー的な存在。今回は J リーグにおいて失敗に終わった愚匠たちを紹介します。1人目は森下仁。2012年にジュビロ磐田の監督に就任すると、1年目は12位に終わり、就任2年目を迎えた森下監督は、守備のリスクはあっても攻撃的にと、攻撃は最大の防御と言わんばかりに、これまで慣れ親しんできた4バックから前線に厚みを持たせる3バックに変更。しかし攻撃力を高めるために前がかりになった布陣は、当然守備のバランスを保てずに崩壊。このシステムが裏目に出ると、開幕から7戦未勝利で最下位に沈み、全ての試合で失点すると、その責任を取る形で解任が発表されました。その後は後任の監督が4バックに戻すも、一度狂った歯車が戻ることはなく、過去3度の J リーグ王者に輝いた名門はまさかの J2 降格となりました。そして森下監督は2015年よりサガン鳥栖の監督に就任するも、劣勢時にほとんど効果的な手を打つことができず、1対6や0対5や1対7などの見るも無残な大量失点で敗れる試合が目立ち、1年で解任。そこから2017年にザスパ草津群馬の監督に就任し、アグレッシブに仕掛けていくサッカーで J1 昇格へチャレンジしたいと攻撃に特化した不穏なコメントを残すと、開幕から6連敗。山岸や高橋らキープレイヤーの配置転換に失敗し、局面を打開するための策も持ち合わせておらず、試合後のコメントも、選手は頑張った、俺の責任、やり続けるとテンプレ回答。さらに森下チルドレンと呼ばれる若手を必要に使い続けるなど、いいところを探しても全く見当たらない状態で、気づけば11節まで勝ちなしの1分け10敗と、いつ解任されてもおかしくない状況に陥りました。それでも元韓国代表フォワードのカンスイルの加入により、攻撃の軸ができると5月に4勝を挙げて最下位を脱出し、ようやくチームに光が差し込んだかに見えましたが、カンスイルが酷使に耐えられずに故障すると、残留争いの正念場となった27節のさぬき戦、28節山口戦の下位直接対決で連敗し、ゲームオーバー。チームはその後降格圏から浮上することはなく、最終的に5勝5分け32敗、勝ち点20とダントツ最下位で J3 へと降格。この悲惨な結末に群馬県出身のジョイは、ザスパ森下監督の続投は正直避けてほしい、お金かけちゃった分シーズン途中で切れなかったんだと思うけど、さすがに来シーズンは変えなきゃと苦言を呈し、森下監督は1年で退任となり、その手腕に疑問符がつきました。しかし鳥栖時代にはルーキーの鎌田大地を積極的に起用するなど、育成力には定評があるようで、2019年にガンバアンダー23の監督に就任。森下塾と呼ばれて、多数の教え子に飛躍の機会を与えるなど、評価は内外ともにすこぶる高く、2021年1月にガンバ大阪ユースの監督に就任が発表されました。2人目はロペス・ワグナー。2017年2年連続で残留ギリギリの15位だった新潟は、新監督に三浦文武氏を招聘。三浦監督が掲げる新チームのコンセプトは、指導からブロックを作って守備をし、そこから素早く攻撃に転じるというもので、これまでアルビの代名詞ともいえるショートカウンターを狙う伝統のスタイルとは異なるものでした。これにより前線からのプレスが影を潜め、これまで積極的にボールに食らいつく守備が売りだったボランチの小泉は、俺がいる意味がないとふてくされるなど、選手たちから不満の声が上がりました。そんな状態でうまくいくはずもなく、リーグ第11節を終えて1勝2分け7敗の17位という散々な成績により、三浦監督は辞任。このままでは J2 まっしぐらという危機的状況にもかかわらず、後任に白羽の矢が立ったのは、2012年セホーンとともにガンバを史上初の J2 に叩き落とした悪名高いロペス・ワグナーでした。 J1 残留を目指し、ロペス
ス監督は残り23節で12勝以上、勝ち点は38以上を目指すと語り、打ち出したコンセプトとテーマは三浦前監督のロングボールから前線を走らせる戦術を捨て、アルビの代名詞ともいえる堅守と速攻を取り戻すこと。それにより初練習でロペス監督は厳しくボールを奪い合うことを要求し、狭い局面で激しい1対1が自然に生まれるようなメニューが組まれ、これには選手たちも久しぶりに新潟らしいバチバチしたトレーニングができたとご満悦。しかし練習2日目、ロペス監督が発した言葉は、プレスをかけるな、自陣に引いて中盤と最終ラインでブロックを作れ、ボールを前から取りに行くこともしないと、ロペス二重人格説を疑いたくなるほど前日とは180度違う言葉に、開幕から試合に出続ける主力選手の一人は、このサッカーをやるんだったら俺は全く必要ないですとふてくされる始末。そして初戦の第12節札幌戦ではスコア1対0の勝利を収めるも、そこから6連敗と4連敗を含めた16試合未勝利が続くなど、地獄の連敗が始まります。そんな中、10番を背負い攻撃の核となるべき存在としてトップ下で出場を重ねていたガリャルドが仮病で練習を休んだ日に選手を招いて自身の誕生日会を開いたり、トレーニング中に練習生を故意に蹴り、それを咎めた大野首相に襲いかかるなど、激ヤバムーブを繰り返しチーム練習から追放されると、ガリャルドは9月末に家族の事情により一時帰国、当然再来日することはありませんでした。そんなこんなでもう勝つしかなくなった新潟は、前からアグレッシブに行く本来のサッカーを取り戻すと、第29節のガンバ大阪戦で147日ぶりに勝利し、その後は最終節まで5勝1分け無敗と勝ち点を荒稼ぎ。この結果を受けてロペス監督は、思ったより時間がかかったが選手は何をすればいいか分かってきたと、ドヤルも時すでに遅し、チームは7勝7分け20敗、勝ち点28の17位でシーズンを終え、2004年から14年間在籍してきた J1 からの降格が決まりました。シーズンを振り返り、キャプテンの大野は、ゴール前を固めようとする守備的な選手と、ボールを取りに行こうとする前線で意思統一ができない場面が多かった。ベンチから出される指示も練習と試合で異なることがしばしばだった。監督が途中で変わったり、やるべきことに芯が通っていない。ブレまくった1年だった。非常にもったいなく感じた。と采配に関してボロカスコメントすると、ロペスは余裕で解任され日本から去っていきました。そして2022年1月時点でロペスは12年間で延べ22ものクラブを率いており、平均すると1クラブあたりの在任期間が 4.3 ヶ月という驚異の就活力で元気いっぱい監督業を続けています。最後は安間隆義。2008年に S 級ライセンスを取得し、2年契約で J2 甲府の監督に就任。開幕前のトレーニングマッチの好成績により、広島と並ぶ昇格候補として期待されていましたが、開幕5戦連続未勝利とスタートダッシュに失敗。その後なんとか持ち直すも、得点源の不在や不用意な失点によって第13節から第20節まで7戦未勝利と低迷すると、最終順位は7位に終わり、昇格することはできませんでした。そして2年目の2009年はスタートダッシュに成功するも、下位相手に勝ち点を取りこぼす試合が多く、最終節まで昇格の可能性を残しながら勝ち点1差で及ばず契約満了で退任しました。そこから2010年に J2 カターレ富山のヘッドコーチに就任すると、同年9月成績不振を理由に曽和博監督が解任され、その後任として富山の監督に就任。3-3-3-1という奇抜な布陣を導入し、安間監督曰く、負け癖のついていた選手の意識改革のため、出場機会に恵まれなかった選手を状況次第で起用すると明言し、勝ち癖をつけるべくチームの大改革を行いました。その結果、1年目18位、2年目16位、3年目19位、4年目18位とがっつりと低迷し、負け癖を払拭するどころかこびりつかせることになりました。この結果により、さすがに安間監督解任の声が上がりましたが、4年目終盤戦の試合内容の向上をフロントが評価して契約延長。そして勝負の5年目、なんと FC 東京からオリンピック代表の10番中島翔也がレンタル移籍で加入。この力を持った中島を生かすために前年の3-1
4-1-1 という嘘みたいなフォーメーションから布陣を変更し、さらに中島に対して安間監督は誰に文句を言われてもいいからお前はドリブルしろと中島の成長を促すためにアドバイスをすると、その言葉通り中島はフリーの味方選手を使わずにドリブル、中央に人数が固まっていてもドリブル、とにかくドリブルとチームは中島のドリブル練習場と化し、中島加入によって逆に攻撃が停滞しました。さらに中島は3節の横浜 FC 戦で相手を追いかけ回したり、難しいことはできなくてもいいから守備時はスタートポジションまで戻せという最低限の守備の約束事ができていなかったことから、75分に途中交代を命じられるとペットボトルに苛立ちをぶつけ怒りをあらわにするなど最悪の状態。この中島の成長を犠牲にしたチームの成績は散々なもので、第16節終了時点で最下位と低迷。すると第17節湘南戦の前に安間監督は今後5試合で3勝できなければあとは会社の判断と勝手に退路を断ち、進退をかけて試合に臨みました。そして結果は5試合で1勝、ノルマを果たせずに解任かと思われましたが、クラブ側は安間監督が築き上げたものをゼロにするリスクがあるとして続投を決定。サポーターや選手は謎の茶番に付き合わされ、結局最下位脱出を果たせないまま第39節で J3 降格が決定し、シーズン終了後に監督を退任。なんやったんや。ただ安間監督も育成には定評があり、安間塾と呼ばれる練習後に有志で行われるトレーニングで若手をみっちりと鍛え、具象は何かと塾を開きたがることが判明しました。2022年現在は FC 東京のヘッドコーチとしてチームを支えています。というわけでいかがだったでしょうか。具象ということでね、久しぶりにこの具象取り上げさせていただきました。もう第5弾ぐらいですかね。まあ第5弾、5回目となるとね、僕はね、具象のとある法則性に気づきました。皆さんわかりましたか？あのね、だいたい具象と呼ばれる人たちは、みんな、性格が良さそう。ねえ、いい人そうでしょ？なんか、あの、安間監督の顔ご覧なさいよ。絶対にいい人、あの人は。なんかね、みんなこう、すべからくいい人そうなんですよね。逆に、こう、名将とか呼ばれる人たちの方が、なんかちょっと性格がきつそうだったり、多分こう、カッと言わないといけないところがあるんで、そういうエピソードがあったりするんですけど、具象の皆さんみんな優しそう。ただそれが向いてないんでしょうね。こう、監督業みたいに、時には鬼にならないといけない時に、やっぱ優しさ、優しさゆえろって感じかな。うん、だからあの育成部門に大体あの転校したら皆さん成功するっていうね。だから監督業ではちょっとその優しさはあだになるけど、こう育成とかで若者に携わる時にはその優しさがこう大きな武器になるというかね、そんな気がします。あと具象ね、このシリーズ皆さんにめちゃめちゃリクエストいただいてます。もうこの監督扱って、あの監督扱ってってね、もうめちゃくちゃいろんな監督のねリクエストいただいてるんで、ただまだまだいただきたいと思いますので、よろしければコメント欄にあの監督取り上げてよとかコメントいただけたらありがたいと思います。というわけでここまで見ていただいてありがとうございました。このチャンネルでは皆さんに楽しんでもらえるために動画を更新しておりますので、チャンネル登録高評価、皆さん今回の動画高評価押してください。なんかここら辺にない？高評価押すボタン、それお願いします。一回だけ押してください。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。コメントもよろしくお願いします。具象は優しい。